演武開演。どうも、本日はこちらアイリスオーヤマの熱湯3分薄切り餅を食べたいと思います。お餅ってお正月以外はなかなか食べる機会ないので、こういうお餅があると嬉しいですね。中身はこんな感じです。なんか思ったより細長いでは、これをほぐす必要があるので、今のところかなり硬いです。これをほぐす必要があるので、しばしお待ちを。やり終わりました。では、いただきます。その分今しっかり堪能するからね。もちもちおいしい。これぞ日本のお餅という食感と、周りにまぶした粉の風味が見事にかみ合わさってとっても美味しかったです。あ、でもこれだと粉を褒めてるのか。お餅の方はもっといろいろ伝えそうな気がします。いろいろやってみたいです。お餅ってなかなか食べる気がないんですけど、その分美味しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。